食べたいから。はい、こんにちは。今日雨っすね。また今日のね、夜もまた風が吹くってことね。ということで今日はハウスをね、このようにハウスの中で種まきをしてるわけですけど、寒いから閉めますね。さあ今日はそんな雨の畑にですね、お一人来客の方がいらっしゃいまして、こんにちは。名前を出してもいいということでね、はい、堀尾さんということで、でこのようにですね、ね、非常に高価な、ね、ビデオカメラ、ね、ということで、堀尾さんは今日は何をしに来られたんでしょうか。今日は弓木野さんの取材に来ました。2回目ですが。いや、そうですよね。はい、結局このデジカメカメラで撮ったやつは どういう形になるんでしょうかね。なるべくその30分とか60分ぐらいにまとめて、はい、ドキュメンタリーのフィルムにしたいなと思ってます。はい、皆さん聞きましたか。私はなんかドキュメンタリーフィルムになるらしいですよ。いや実はね、僕もねそういうことをやりたいなと思ったところに、この堀尾さんがね、はい、そういうふうなことをね言っていただいて、すごく締めたっていう感じのね、申し出だったのでね、ぜひやりましょうみたいな感じでこう盛り上がってね、今日まあ1回目でね来ていただいて、はい、せっかく来ていただいた雨だったんですけどね。はい、堀尾さん普段は何のお仕事をされてるんですか。普段はウェブサイトを作ったり広告デザインとかをやったりしています。かー、聞きましたか皆さん。いわゆる今のおしゃれな IT 系ってことですよね。堀尾さんね、なんかオフィスがどこにあるんでしたっけ。青山です。皆さん聞きましたか。ほら皆さん聞きましたか。青山にオフィスをお持ちの IT 系ですよね。30代独身イケメンね、どうでしょうか皆さん。今堀尾さんちなみに彼女募集中あですって。いやいや、もうだってそのね、肩書きだけ見ればね、もう入れ食い状態、そんなことはどうでもいいですね。そうですか。で、アピールしません。で、その IT 系のそのお仕事の方はどんな感じのあれですか。もし忌憚のないところで、どんな仕事を本職はやってるわけですか。本職は個人の方のお店のホームページだったりとか、はい、あとは大きなプロジェクトに関わるときは広告ですね。広告代理店さんからの依頼でとか、あとは直接企業の方からのデザインとか。それを個人でやってて、まあ、一応代表取締役という、うね、ああ、素晴らしい、ああ、すごいですね。はい、それで、この活動は、これはプライベートな。これは全くプライベートです、ね。でも、プライベートで、この、これ、うん十万ですよね。はい、ああ、なるほどね。プライベートですね。僕、友達にバカなんじゃないですか。いや、いいですね。ああ、そうですか、わかりました。いや、もうそれね、本当に、僕はね、この堀尾さんと一番最初会った時からね、ああ、この人は何か持ってるなっていう感じで思ったのでね、何か一緒にできたらいいなと思って、はい、はい、ありがとうございます。ですか。なんかプライベートでもフルマラソンを走ると。はい、走ります。今週もまた。なんかね、この人ね、いろんなところでフルマラソン走ってるんですよね、堀尾さんね。先日は香港で。香港まで行って走る。違いますね、やっぱ IT 系の社長さんは。やってることが、私のようにこんな成田にね、ちまちまといて畑やってる場合ではないと。そうですか、わかりました。予定ではあれですか、はい、春、夏、秋、冬という感じでドキュメンタリーを撮ろうと。はい、そうですね、なるべく絵をしっかり押さえて、ちゃんとしたものにしたいなと思ってます。いや楽しみですねこれ。そしたらだいたい1年かけて撮って編集してっていう感じで、来年頃になんかあれですかね。そうですね、発表になるゆっくり。あ、楽しみだ。いや僕もね本当にそういうのを一回見てみたいなと思ってますんでね。はい、なんで多分春夏で一回まとめて、はいはい、あ、なるほど、秋冬で一回まとめて。わかりました。じゃあそれはどっかでこうどっかで見れるわけですか。どっかに出したいですね。ああ、そうですね。ちゃんと出したいですね。出品したいですね。ああ、本当ですね。じゃあこれが頑張っていい絵を撮っていきましょうね。はい。費用に見合う。そうだよね。はい。わかりました。じゃあ今日は本当に雨の中ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで堀尾さんでした。どうも。はい。